ハローラー、ダイスです。今回はポケットモンスターウルトラムーンやっていきましょう。今日はですね、映画ポケモンのみんなの物語で登場する幻のポケモンゼラオラの配布方法が決定したということで、それについてお話もしながら進めていこうと思います。ダイス。とりあえずなんですけど、ゲームの中ではまだね、行ったことがなかった撮影スポットのせせらぎの丘のポケファインダーが使えるところに行きながらお話しします。もうすぐ到着だね。せせらぎの丘はレアポケモンで出るのが、会えるかどうかまだ分かんないんですけど、ニョロトノが出るそうなので、できればニョロトノを写真に収めたいと思います。それではまずなんですが、劇場配信っていうことで、幻のポケモンゼラオラゲームへの受け取り方法等が決まったので、そちらのお話をしていこうと思います。ゼラオラなんですが、ポケモンのソフトが2種類だけです。ポケットモンスターウルトラサンとポケットモンスターウルトラムーン、この2つにしか呼べません。劇場の前売り券の風のルギアはポケモンサンムーンの2種類とポケモンウルトラサンムーンの2種類の計4種類で受け取ることができたんですが、幻のポケモンのゼラオラはウルトラサン、ウルトラムーンの2本だけなので、ここで注意が必要ですね。映画を見に行った時にソフトへゼラオラを受け取る予定の方は、ぜひぜひですね、充電マックスにして映画館で電源を入れ、万全の体制で受け取るようにしましょう。私ね、ポケモンセンターで受け取った時にやってしまったことがあるんですよ。1回だけ電池が切れてしまって受け取りができなくて、かなり悲しかった時があるので、皆さんはね、そちらをお気をつけください。プレゼントの期間は7月の13日金曜日、映画みんなの物語が公開したその日から9月30日日曜日までの期間になるので、9月30日までにポケモンの映画を見に行った時には受け取りは可能ということになります。一応ですね、各劇場ポケモン映画の上映終了までっていうアナウンスが出るんですが、上映期間中であっても9月30日日曜日まででプレゼントは終了になってしまうので、期間は本当に要注意ですね。そして他、ゼラオラはゲームでも受け取ることができるんですが、ポケモンガオーレのスペシャルガオーレディスクとしてもゼラオラプレゼントが決まりました。映画ポケットモンスターみんなの物語を見に行った全国合計300万名様にポケモンガオーレで遊べるスペシャルガオーレディスクのゼラオラをプレゼントっていうことですので、ガオーレをね、遊んでるよっていう方はぜひこちらも劇場に行った時にもらいましょう。で、私もですね、最近ガオーレだとやっとね、ルナーラゲットができたんですが、映画を見に行った時にはスペシャルガオーレディスクのゼラオーラもゲットして、実際にね、ガオーレで遊ぶのが今から楽しみです。ちなみになんですけど、任天堂 3DS の QR の読み込み機能でゼラオラの QR コードを読み込んでも、ウルトラサン、ウルトラムーンだとゼラオラは出現しないので、そちらだと出会えないっていうことになっちゃうので、こっちも注意ですね。いやー、それにしてもゼラオラ、最近だと東京であった東京おもちゃショー2018に遊びに行った時にゼラオラのね、ぬいぐるみとか見てきたんですけど、めちゃくちゃかっこよかったけど可愛かったんですよ。いや、なのでね、ゲームの中で実際にゼラオラをゲットして一緒にね、バトルに行ったりっていうのも今から本当に楽しみすぎます。多分今後もいろんな情報出てくると思うんですけど、今のところ大きな情報としてはこの2点かなと思います。他、今年発売が決定したレッツゴーピカチュウとレッツゴーイーブイ、7月から予約が開始するっていうことで、この予約開始日も映画の日なんですよね。いや、皆さんどっちにするか決めましたか？多分レッツゴーピカチュウ
っていう人とレッツゴーイーブイっていう人も分かれると思うんですけど、どっちも遊びたいっていう人もいると思うんですよ。レッツゴーピカチュウだとピカチュウと一緒に行けるし、レッツゴーイーブイだとイーブイと一緒に行けるし、いやースイッチ版だと初のタイトルになるので、これもね楽しみですよね。もう一つ、モンスターボールプラス同時発売っていうことなんですが、モンスターボールプラスの中ミュウが入っているっていう、俺もねびっくりしました。予約開始日は本編のソフトと同じで7月の13日から予約が開始っていうことになるんですけど、いやまさかモンスターボールプラスの中にミュウがいるとはっていう幻のポケモンで言うとミュウはそこにいるっていうのが判明しましたよね。今後も多分、伝説のポケモンだったりいろいろと情報は出てくると思うので、そこもチェックしようと思います。そしてそして、今回のレッツゴーピカチュウとレッツゴーイーブイ、ポケモン GO とも連動が決まっているじゃないですか。そっちからの連動なんですが、ポケモン GO からのポケモンは、GO パークっていう施設でなんか出会えるみたいですね。そのね、ゴーパークっていうのは施設で、ストーリー後半ぐらいで出てくるらしいんですけど、どんな風に連れてこれるのかとか、今もポケモン GO だと伝説のポケモンで何匹も実装されてる状態なので、そこからのポケモン GO 伝説のポケモンを連れてこれるのかっていうのも、今後出てくると思うんですよね。もしかしたら、限られて、いるのかもしれないし、ポケモン GO の中の世界で捕まえてるポケモンは全部移動して本編のスイッチのソフトの中で一緒に遊べるのかもしれないし、あ、楽しみがいっぱいありますね。あ、ちなみになんですけど、第2世代第3世代のポケモンまではポケモン GO の中で実装されてるし、他アローラのポケモンも今のところナッシーが実装になってると思うので、そこも連れてきて一緒に冒険できるんじゃないかなってちょっと思ってるんですが、どうなるんだろうね。いやー、今ウルトラサン、ウルトラムーンいっぱい遊んでるんで、アローラポケモンをやっぱり最近ずっと見てて馴染みがあるんですよね。なのでポケモン GO でアローラナッシーが出てきた時も大興奮だったんですけど、あのピカチュウ版 EV 版で一緒に遊べるのかなっていうのを考えるとまた興奈しますね。どうなるんだろう。というかニョロトノがそもそも出ないんだけどマジか、こんなに出ない、あれかな、昼間来てるんですけど夜のレアなのかな。場所移動します。またここは来ようと思います。ということで13番道路こっちもまだ来てなくて初です。ここだとレアポケモンでポケファインダーに移るのがフライゴン。まあ、ないことフライゴンを移せたら今日のミッションは完了かな。ということでここからはね、フライゴンを目指しながらポケファインダー切っていこうと思います。そしてそしてアメリカロサンゼルスで行われた E3 2018、ここでもですね、情報がもっと出てきているそうで、調べてみたんですが、本編でのポケモンの育て方が判明したそうです。なんかですね、集めたポケモンをオーキド博士に送ると飴をもらうことができるそうで、この飴のやり取りとかってなんとなくね、ポケモン GO の飴のやり取りと似てるのかなっていう印象ですね。でまだちょっとしか出てこないんだけど、やっぱりね、この送ってもらうことができる飴を使ってポケモンの強さを高めることができるそうなので、今後ね、そのあたりの育て方の情報も出てきてくれると嬉しいなと思います。一種類だけだったら不思議な飴、今作にもカフェでもらえたりするじゃないですか。ああいう感じなのか、それとも種族によってこう飴の種類が分かれてたりとかっていうのがあるのかどうかっていうのも今後どうなるのか楽しみですね。いや、いろんな連動とか決まってるレッツゴーピカチュウとレッツゴーイーブイなんですが、まだまだね、いろんな情報は今後出てくると思いますし、ゼラオラもウルトラサン、ウルトラムーンでもらって 3DS では過去作の移動もあったので、
もしかしたらスイッチ版にも過去作移動方法が追加され連れていけるかもしれないっていう、これもね今後私は楽しみの一つかなと思います。でまたポケモンのね新しい情報出てきたらこんな感じでお話ししながら進めようかなと思います。はい、あれこれ来た？だっていないもんな。フライゴン、いたー。え、めっちゃ飛んでる。あ、しかもなんかゆっくりだね。え、待って待って待って、アップにしたい。お尻、あ、いなくなっちゃった。あ、私の写真ちゃんと撮れてたかな今。なんかお尻しか写ってなくない？遠いなー、お尻。え、どれにする？これかな。フライゴンのお尻の評価をください。2500しかもらえないの？もうちょっとあってもいいじゃん。連続で来るかもしれないですもんね。お、いないから来るんじゃない？あの看板めっちゃ笑えるんだけど看板、あ、来た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 。屋根の向こう側から来るのか。今度はアップで、アップで。あれ、やっぱり私お尻かもしれない。今さ、アップできてた？カメラ揺れてたよね。ははって、お尻、まあ、正確に言うとなんか尻尾って感じ。あ、でもこうなってるんだね、フライゴン。いや、ナックラーはさ普通にここに出てくるポケモンだから取れるんですけど、いや、レアポケ嬉しいね。これ取って投稿した後に点数というかポイント高いと嬉しいんだけど、2000これくらいしかいかないんだ。うわ、残念だ。アップだったら違ったと思うな。いやー、引きで取っておいた方が良かったのかもしれない。なんかね、うん、まあいっか。はい、ゼラオラもね楽しみだし、映画もねもちろん楽しみだし、ポケモンって面白いね。ね、グズマさん。っていうか、あれですよね。ボス系もどうなるんだろうなっていうのが、すごく気になってるんだけど、まあ、グズマさんみたいにね、こういうなんか素敵なキャラのボスが出てきてくれるのかな、と、ちょっとね、楽しみにしているところです。はい。まあ、第一世代っていうことだから、もしかしたら、レインボーロケット団に出てきた彼とかが来るのかもしれないし、違うのかもしれないし、その辺もね、今後の情報も出てくると思うし、また私もね、それまでいろんなねポケモンで出てくるポケモンクエストだったりとか、ポケモンウルトラサンムーンだったり、ポケモン GO だったりね、いろんなポケモンのゲームで遊びながら待とうと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた、 See you!